疲れ様です。お疲れ様です。今日は、グラビアス紹介動画を作りたいなということでやってるんですけども、まあグラビアスなんですけど、どういうリールか、まあ、簡単に僕の精魂を込めて作った、まあ、辻ぐや人生をかけたリールでして、まあ、一番の特徴がですね、アグネットブレーキ、一応これが世界特許 PCT というのを出願してまして、まあ、一応まあ取れるだろうということでやってます。理論的にはですね、この均等配布することによってスプールの無駄な振動をなくすという効果があって、まあ飛距離が伸びる、まあ気持ちよく飛ぶ、飛距離伸びますね。その回転に応じたブレーキがまあ綺麗に出る、まあ、ちょっと渦電流という言葉があるんですけども、それが綺麗な状態でまあ発生してブレーキが綺麗にかかる。基本的なことで言うと、はい、これがNS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  っていう風に置かれてまして、はい、僕のは均等配布偶数個っていう特許なんですけども、まあこうこっちのですね、アルミの中の電子がですねひっくり返って電流が起きて、それがブレーキになると。一応フレミング左手の法則というやつですね、はい、これですね、反対側に力が働くようになりまして、まあそういう感じのブレーキの発生源なんですね。勝手のイメージだと本当マグネットのその引き寄せる力でなんか勝手に減速させたりして、はい、ブレーキ効かしてるのかなと思ったんですけど、はい、ただ本当に電気渦電流っていうのができるっていうのが、はいはい、理論です。一応このリールはですね、はい、無振動スプールブレーキ、まあマグネットブレーキなんですけども、よってベイトフィネスから、一応ビッグベイトまで投げれちゃいますということで、あんまりこうこれ何用じゃないのみたいなレッテルを貼られないように、浅溝と深溝一つずつついてます。で価格を結構頑張って抑えまして、まあ、税抜きで32,800円なんですけども、スプール2個ついてます。まあ、あとまあ僕がねウェルダクトっていうブランドを昔やってたんですけども、今江選手も使っていただいているパーツなんですけども、はい、アブニガイダーっていうこうね ロングノーズレベルワインダーですね、はい、を、作ってたんですけど、まあもちろんこの、グラビアスも同じようにこうね距離をとって、この交差がね何ですかね、こっちとこっちの角度でこう擦れる角度を少なくするっていうパーツなんですけども、もちろんそれを搭載します。まあガイダーのね再販のご希望が結構多いんですけども、ちょっと再生産っていうのはちょっと一応プランとしてはあります。でもちょっとこちらの方が今忙しくてできてないという状態ですいません。まああとですね、こだわりポイント、ハンドルノブですね。内物ちょっと緩めますね、内物というかワーミングはこう回すと、そして巻き物はこう持ってもらうとこっちに指が逃げないので、すごくまあね他社さんの巻物専用ノブっていうのの同じような効果があります。すごく持ちやすいので安心して巻きます。あとまあこのカチカチカチっていうのを言ってるドラグですね、これも超こだわりポイントですね。ですねこれがですね本当にスムーズに出るんです。締め込みマックス9キロ、これも驚異の数字だと思います。9キロです。一応9キロ、箱にも書いております、マックスドラグ9キロ。はい、それよりもですね、まあ、このスムーズに出るこのドラグ、本当に、ね、使いやすいドラグで、今までベイトリールはドラグが使えない、クラッチを切らなきゃいけないっていう概念を覆すようなドラグ設定になってます。で、このクリックオンなんですけども、その普通ワッシャーとかにねワッシャーの一部に組み込むっていうのが主流なんですけども、それはあえてやめまして、なぜかというと、まあそのワッシャーに入れちゃうとその分のドラグは狂っちゃうっていうんですかね、その時にクックックっていう抵抗になってドラグ自体の性能が落ちてしまうので、これはシャフトにクリックオン入れてます。あとはですね、まあすごい、ワンピースのアルミのフレームですね、これがかなり剛性がありまして、琵琶湖での使用も考えた設定になってます。それでいて軽量化を一応測りの 173g というウェイトで抑えてます。まあ、今のところこれが僕がベストなウェイトなんじゃないかと、その剛性と軽さとの兼ね備えたウェイトってのはこの辺になってます。あとはまあこのフォルムなんですけども、ここの角をですね極力削りまして、はい、まあグリッピングしやすいように、はいはい、
設計してます。あと特徴的なものではこの大好評ですラインメモリー、今これ10ポンド前で10になってるんですけど、例えば8ポンドを巻いてたら爪でカチッカチッ8。さらにこだわりがもう一個ありまして、ベアリングなんですが、ベアリング自体はボールですね、ステンレスのベアリングを採用してるんですけども、ボール自体にはすごい精度がもう今の以前出てます。で、今回ジーニアスプロジェクトでは何を気をつけたかっていうと、ボールと、そのボールを収容したハウジングですね、あのケースですねの隙間をいっぱいこう作っていただいて、一番いいものを選んで、ボールベアリングの玉とその側ですねの隙間にこだわって、まあ、ベイトリールに一番ちょうどいいものを探し出したベアリングが搭載されています。これまあ別売でちょっと発売の予定もありますので、皆さんお楽しみにしてください。本当にすごい投げやすいし、まあね、軽いものない時のその抵抗感っていうのもすごい少ないリールなので、まあそこにそのベアリングがかなり役に立っているというか、まあね、好きなベアリングとかあればもちろんね、皆さん自由なんですけども、はい、まあ、今日一日ね、田中さんも使っていただいて、はい、なんていうんですか、思ったより距離が伸びる、はい、はい、あとその軽いものでも弾道が低く、ね、ピッチングができたりするので、それもかなりベアリングの力といいますか、はいはい、ベアリングの、まあ、いいところなので、はい、ぜひお使いください。6月、まあ、早ければ6月末、はい、ちょっと遅れるかもしれない可能性がかなり高いんですが、待望の 8.1 対1ギア、ここがレッドになって出ます。あともう一個 6.6 対1ギア、ここがガンメタリックになって登場します。はい、あと待望の右巻きですね、欠品した右巻きもその時に一緒に入ってくる予定なので、またよろしくお願いいたします。ありがとうございます、はい、今日一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。これが本当のロビー活動ですね。ね、ホテルロビーでお願いします。青木プロありがとうございました。ありがとうございました。ジーニアスはね、まあ、これを自分が最初、はい、G9 プロジェクトとかなんとか適当なことを言ったために、まあ、G7 があったから G9 にしてないんですか。大変ご迷惑をおかけして。いやいやいや、まあまあ、ジーニアスって本当に書くと GENIUS の天才っていう意味なんですけども、はいはい、別にこう、なんですか、もう天才的なもの作ってでしょみたいな話ではなくてですね、はい、僕はG-、まあね、造語なんですけど、はい、G-NIAS にすることを、はい、遊びの天才っていう、はい、まあ、造語だと思ってます、はい、遊びの天才を作る計画、はい、だから釣りの天才を作る計画、みんなで上手くなろうねみたいな、そういうね、その何ですかね、ブランドの意味を、ブランド名の意味を込めてつけたのがジーニアスプロジェクト、はいはい、でグラピアスっていうリールはこの、はい、そうですね、グラピアス、まあ、もうこれも造語ですね、はい、まあグラビティ、重力ですね、はい、そのやっぱりこう地球上で物を投げてるということはやっぱり重力に逆らう、まあ、重力と友達になろうかなって、まあ、グラビティからのちょっと造語でグラビアスっていう名前にします。